グムズ族は、エチオピア西部のベニシャングルグムズ州やクワラとスーダンのファゾグリ地方に住むナイル人である。彼らはナイルサハラ語族に属するグムズ語を話す。ベニシャングルグムズ周期。グムズ族は、伝統的に他のナイル人と集団を作り、スーダンエチオピアの国境地帯に住んでおり、シャンケッラとまとめて呼ばれていた。シャンケッラ。 らは1790年にスコットランド人探検家のジェームス・ブルースが発行した南ナイル発見の旅ですでに紹介されている。彼らは弓矢で狩りをすると記述され、その伝統は今でも生きている。ほとんどのグムズ族は低地の低木大草原に住んでいる。彼らの伝説では初期はゴッチャム州西部に住んでいたが、次第に青ナイルの荒れ果てた地域に追いやられた。 そして強大なアフロアジア語族のアムハラジにあアう族の属国となり、彼らの奴隷とされることもあった。奴隷制はエチオピアでは1940年代まで消えなかった。奴隷として、ウェルキテの真南に連れて来られた、グムズ族の末裔は1984年時点で、グムズ語を話していたことがわかっている。グムズ族は、焼き綿農業を行い、主要食料は、モロコシ族である。 穀物は女性の胸を象徴する粘土の明かりで装飾した倉庫で保管する。モロコ虎族は粥やビールの醸造に用いる。すべての料理と醸造は女性が作る土の壺で行う。グムズ族はダイカーやイボイノシシ等の野生生物も狩る。また、蜂蜜や野生果物、根や種も集める。スーダン国境地帯に住んでいる。グムズ族は多くがイスラム教。を、 一部がキリスト教に改修したが、ほとんどのグームズ族は伝統宗教を維持している。魂は無数派と呼ばれ、家や倉庫、畑、木、山に住むと考えられている。ガフェアと呼ばれる宗教専門家もいる。もともとすべてのグームズ族は自分の体を切り裂いて飾っていたが、この習慣は政府の圧力と教育によって消えようとしている。 すべてのグムズ族は氏族に分けられる。氏族同士の争いは日常的で、主にマンゲマと呼ばれる紛争解決組織が解決する。スーダンのウドゥク族の間では、結婚は姉妹の交換を通して行われた。ありがとうございます。